ということで、はい、今回は原田新平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあズバリ、はい、今回の新平さんの役どころは調味料みたいな感じですかね。でも今回一つの役じゃなくて複数の役で出てくるんで、まあ一つ一つちょっと丁寧に役の幅を見てほしいなって思います。ああ、なるほど。じゃあ続きまして、新平さんは本気で何かを応援したことってありますか？本気で応援したことありますね。原田新平といえば恋バナじゃないですか。当時いいなと思ってた女の子が夢があるみたいな、まあ、その子はその夢を叶えたいってずっと思ってたから、はい、それにまつわる神社に毎日行って、え、毎日行ったの？お参りしてみたいなのを毎朝やってた。もう応援っていうかもうね、一種の呪いみたいなそうだね、神だ、重いわ1日だけ行くとかあるじゃないですか。3週間毎日はもういや、もう重いんだよ。はい、だけど、その子、はい、その目標を達成しました。おー、ちょっとでも気持ち届いたかなっていう風に思った瞬間だったね、その時。え、ちなみにその相手の人は、はい、新平さんが3週間毎日神社に行ってるっていうのは知ってるんですか？知らないですよ。はぁ、かっこいい。ここがいいっすね。まあでも、それがこう、なんだろう、成就したというか。お、びっくりした。え、何？びっくりした。これが呪いの影響ですか？かもしれない。最後にですね、今回裏裏ブーストを見に来てくださる皆さんに一言。もう熱いっていうか、全身全霊全てをかけて臨む作品だと思ってます。12年目の劇団プレステージが今までのやってきたことを全て注いで臨む舞台です。なので紀伊国屋スザンシアター、ぜひぜひ足を運んで見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは新平さんでした。ありがとうございました。